Hi, how are you? It's me, Sana. Welcome back to my channel. さあ、今日はですね、大きな株、教科書に載ってるとか、載っている大きな株はそんなに簡単じゃないというお話ですね。はい。個別相談とかをいただく中でですね、大きな株とか、小学校の教科書とかに載ってるぐらいのレベルの絵本が読めるようになってほしいんですっていう感じで、お声をいただいたことがありまして、ですね、大きな株ここにここにあるんですけど、はい、ジョリー・フォニックスのね絵本なんですが、レベルがありまして、赤から 1,2,3,4 で、この青いのが一番最高のトップレベルなんですよね。はい。で、中身はどんな感じかっていうと、じゃん、どうですか、この字数読む自信ありますか、お母さん。はい、私はない。はい、急に読めって言われると私もちょっとドギマキしちゃう感じなんですけど、はい、結構ですねボリューミーなんですよ。まあ、そこがちょっと伝えたかったんですけどね。で、大きな株って、うん、どこしょどっこいしょっていうなんかフレーズがこう頭にあると思うんですけれども、意外とですね、こうやってボリューム の、 大きな、なんですかね、ストーリーだったんですね。なので、まずはお子さんが英語絵本を読めるようになってほしいっていう気持ちがもしあられるのであれば、じゃあどんな絵本を手に取っていったらいいのか、どんな絵本からスタートさせて、少しずつこう、なんですかね、流れステップアップしていったらいいのか、その流れも結構重要ですよね。で、いずれこのレベルに達していくっていうことはすごく重要だと思います。で、これね、そうやって少しずつ階段を上っていけば必ずこれぐらい、これぐらいとか言ったらいいけど、これは読めるようになります。はい、そう信じています。なので、ちゃんとですね、コツコツまず土台を持って、その後少しずつ少しずつやっていくことで必ず誰もが読めるようになります。まあ、そのためにジョリーフォニックス社は作ってると思うので、ね、ここに到達するまでの流れをですね、しっかりこう組み立てていくっていうことが大事かなと思います。今日のビデオ、何か気づきがございましたでしょうか。また違うビデオでお会いしましょう。 See you next time. Bye.